ライオンズ先発フォアシュは立ち上がりを攻められます。ヒット2本でノーアウトランナー1塁2塁、後藤がセンター前に運んでいきます。これで3連打、2塁ランナー坂口が帰って1点を先制しました、バファローズ。さらに4番のカブレラのヒットで満塁とされます。5番の T 岡田、これで5連打、2対0とリードを広げられます。でその後北川が倒れるんですが、バルディリスが犠牲フライ。結局1回の表バファローズはいきなり3点を先制します。ちょっと立ち上がり不安定でしたけどもね。そうですね、一方バファローズ先発小松も初回いきなり2アウト3塁1塁というピンチを迎えます。しかしここは GG 佐藤見逃しの三振、0点に抑えた小松。2回の裏です。ヒット2本で1塁2塁となりましたが、ワンアウトから細川がセカンドフライ、そして片岡センターフライ、この回も得点になりません。試合は進んで5回です。ワンアウトランナーセカンド、そして後藤のデッドボールで両軍のベンチ飛び出しました。まあ、昨日も涌井が2つのデッドボール、今日も小橋が2つのデッドボールということもありまして、結局警告試合という形になりました。その後ツーアウト1塁2塁から T 岡田のもみ事な第15号のスリーランホームラン、これはうまくったですね。そして高めに浮いたところ、今度は北川センターバックスクリーンに運んでいきます。第6号のソロホームランで7対0とリードを広げました。小橋は87球でノックアウトとなっています。